グレーバー・デビッド・トーレス・カストロは、ベネズエラのミランダ州カラカス出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。2013年、アマチュア・フリーエージェントとして、シカゴ・カブスと契約。2014年に、参加のルーキー級アリゾナリーグ・カブスで、プロデビュー。A-9 ボイシホークスでもプレーし、この年は2球団合計で50試合に出場して、打率。 297、2 29本打、三33打点、10盗塁を記録した。2015年3月13日2015年は、A 級、サウスベンドカブスと、A 級マートルビーチペリカンズでプレーし、2球団合計で126試合に出場して打率。287、3本打、六64打点、22盗塁を記録した。2016年は、 AQ マートルビーチで開幕を迎えた。2016年7月25日に、アロルディス・チャップマンとのトレードで、アダム・ウォーレン、ビリー・マッキニー、ラシャド・クロフォードと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。移籍後は、参加の AQ パイ・ヤンキースでプレイし、移籍前を含めた2球団合計で125試合に、出場して打率。270、11本塁打、66打点。 21、盗塁を記録した。オフシーズンのアリゾナホールリーグにて、スコッツデール・スコーピオンズでプレイし、18試合で3、本塁打、4、2塁打、1、3塁打を含む25安打、リーグトップの打率、403、出塁率、513、オプス1.158を記録。2016年のリーグ最年少選手ながら、MVP に選出された。 2017年開幕前に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは3位だった。開幕を AA 級トレントンサンダーで迎え、5月23日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースに昇格した。だが、6月に本類でのクロスプレーで左肘を負傷した影響でトミー・ジョン手術を受けることになり、以降は全球した。 この年は2球団合計で55試合に出場して、打率287、7本塁打、34打点、7盗塁を記録した。オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。2018年8月25日2018年の開幕は、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリで迎え、4月22日に、 メジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった同日のトロントブルージェイズ戦では8番2塁手で先発出場した。5月6日のインディアンス戦でサヨナラ本塁打を放ち、球団史上最年少でサヨナラ本塁打を記録した選手となった。9月7日のシアトルマリナーズ戦で100安打を記録したが、1952年のミッキーマントルに次ぐ、 球団最年少記録となった。123試合に出場し、打率271、24本塁が77打点を記録した。2019年は二類種として開幕を迎えたが、故障者が続出したチーム事情もあり、遊撃種としても起用された。年間通じてメジャーでプレーし、打率278、150にあんだ。 38本塁打、90打点を記録した。ありがとうございます。